教育庁定例記者会見を始めます。まず教育庁から教育委員会の取り組みについて紹介がございます。お願いいたします。はい、皆さんお疲れ様です。今月は私からは4点の、取り組みの紹介をいたします。まず1点目、セーフティーバイスクール推進校プロジェクトについてです。フリップ資料をご覧ください。今般府内における自転車事故による死傷者数は高校生が最多であることや、道路交通法の改正によりまして今後16歳以上の自転車利用者に対して交通反則通告制度が適用予定であるなど、高校生世代の自転車を取り巻く社会情勢が変化していることを踏まえまして、この度大阪府教育庁と大阪府警察本部交通部が連携共同し、セーフティーバイシクル推進法プロジェクトを立ち上げることといたしました。こちらですね。この本プロジェクトは生徒が主体的にヘルメット着用を含めた自転車の安全利用にかかる議論や地域の交通安全イベントに参加をし、府民に対するマナー等の啓発を行うなど、生徒自ら自転車の安全利用を考え学び行動することを目的に各学校で取り組んでいるものでございます。いや、取り組んでいくものですね、これからでございます。推進校は公立では茨城西高等学校、北摂翼高等学校、片野高等学校、そして私立では、仙新高等学校、大阪電気通信大学高等学校、県明学院中学校等学校となります。それぞれの学校の生徒が中心となってできることを進めていきまして、その取り組みの実施に必要な支援を大阪府教育庁、大阪府警察本部や各地域の警察署が今後行ってまいります。この推進校の取り組みを他校に広く周知していくことで、府内におけるヘルメット着用を含めた自転車安全利用の機運醸成を図ってまいります。なおこの後ですね、16時30分より府庁本館5階特別会議室において推進校指定書交付式を行いますので、機運醸成の一助ということで皆様には取材にお越しいただければありがたいなと思っております。続きまして2つ目です。公立高校の募集人員の公表についてです。令和7年度の公立高校募集人員について、つい先ほどの教育委員会会議で決定したところでございます。この詳細につきましては16時からのブリーフィングで担当課から説明をいたしますので、私の方からは全日制の課程と、昼間の高等学校の募集について概要をお伝えをします。今年度の府内公立中学校卒業者数は前年度から1168名減少すると推計をしており、府内の公立私立の昼間の高等学校への進学予定者数は5万8350名と見込んでおります。令和7年度の公立高校募集人員は昨年度の志願動向等も踏まえまして3万6525人と、前年度から1530人の減といたしました。10月28日に開催しました第57回大阪府講師公私立高等学校連絡協議会では、公立高校の募集人員3万6525人と私立高校の募集人員2万5927名を合わせて総計6万2452人と、先の進学予定者5万8350人全員を受け入れられるよう設定できていることをその会議で確認をしたところでございます。このように募集人員には講師合わせて約4100名の幅を持たせておりまして、令和7年度選抜においても公立私立双方で定員割れが生じる可能性があることは、ここは想定の範囲内でございます。なお令和6年度選抜においては公立で70校私立で54校が定員割れとなりましたが、公立70校のうち40人以下の定員割れが50校と大半を占めており、うち10人未満の定員割れが20校でございました。
40人以上の定員割れとなれば教職員数や生徒の集団活動等に影響を及ぼす可能性がありますが、少人数の定員割れについては支障なく、さまざまな教育活動が展開可能だと考えております。令和7年度の公立各校の募集人員については、以上のような前提のもと、可能な限り多くの志願者が希望する学校への進学ができるよう設定をいたしました。府教育庁といたしましては、令和7年度選抜に向けて大幅な定員割れができる限り生じないよう各校を支援したいと考えております。引き続き各校の魅力や特色を中学生やその保護者、中学校の先生方に対して伝えていくと、各校のプロモーション活動に積極的に取り組んでまいります。続きまして3点目です。府立出来島支援学校への就労系障害福祉サービス事業所の併設についてでございます。大阪府教育委員会においては、就労を通じた障害のある子どもたちの社会的自立に向け、民間事業者と支援学校との連携による取り組みを進めております。この度府立西淀川高等学校の跡地を活用しまして、本年の4月に開校した府立出来島支援学校において、キャリア教育と就労に関する機能を充実させるため、就労移行支援事業所を併設することといたしました。民間事業者の府立支援学校への併設というのは今回が初めてでございまして、就労系事業所の併設については全国的にも珍しい取り組みになると思われます。事業者には就労移行支援事業者としましての機能を発揮するだけではなくて、民間のノウハウや知見を生かした取り組みにより、支援学校のキャリア教育をより一層充実させるほか、事業所の利用者が就労に向けて取り組む姿を支援学校の子どもたちが身近に感じることで、就労に積極的にチャレンジしたくなるような存在となることを期待をしております。すでに先月の28日に、から公募を開始をしておりまして、12月上旬に応募を受け付けし、年内には事業予定者を決定する予定となっております。なお事業所の運営開始は令和7年度中を予定しております。多くの事業者の皆様に素晴らしい提案をいただいて、障害のある子どもたちの社会的自立の実現に寄与できればと考えております。そして最後4点目ですね。大阪教育夢基金企業版ふるさと納税制度の活用についてです。こちらもモニターの方も出ておりますけれども、まずちょっと前提の背景のところですが、大阪教育夢基金は大阪の子どもたちの学びと育みを支えるため、平成20年12月に設置をし、子どもたちの学力向上を図る取り組みや子どもたちの豊かな心を育むための取り組みなどに活用している基金でございます。この大阪教育夢基金ですが、本年の4月より従来の大阪府教育庁に対する寄付に加えまして、教育のさらなる充実を図るため、講師問わず母校などを応援したい府内の高校等を個別に選んで寄付ができる母校応援ふるさと納税制度を新たに創設をいたしました。本基金への寄付についてでございますけれども、個人からの寄付につきましては、ふるさと納税制度の対象となっており、2000円を超える部分については、一定の上限額まで所得税及び住民税から全額控除をされます。そして、企業からのご寄付につきましては、これまで企業版ふるさと納税制度の対象ではなく、寄付額の全額が損金算入されるのみではありましたけれども、この令和6年の11月からは、企業からのご寄付についても企業版ふるさと納税制度が活用できるようになりました。企業版ふるさと納税制度は、企業が寄付を行った場合に法人関係税から税額控除する仕組みで、制度の詳細な説明は省略させていただきますが、この制度が活用できますと、これまでの損金算入による軽減効果と合わせまして、税額控除により最大で寄付額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が1割まで圧縮をされます。
その他本制度は税負担の軽減だけではなくて、寄付を通じた企業の PR や SDGs への寄付などのメリットもございますので、これら制度の強みを宣伝いただきながら、大阪教育夢基金へのご理解を深めていただきますよう、広報活動にも取り組んでいきたいと思っております。大阪教育庁といたしましては、この大阪教育夢基金をより多くの方に知っていただき、教育の充実を図ってまいりたいと考えておりますので、ご寄付へのご協力をお願い申し上げます。以上、私からの取り組み紹介は4点でございます。そして私の学校訪問、毎月この場で皆さんにもお伝えしていることですが、こちら訪問先書いておりますように、境工科高校の全日制課程と定時制、そして、富岡、東百舌、金剛、河南、そしてこれ本日なんですが、本日の午前中に北河内、さつきが丘高等学校と、門真西高等学校と訪問をしてまいりました。はい、私の方からは以上です。日本経済新聞の渡辺です。よろしくお願いします。セーフティーバイセコー新推進法プロジェクトについて伺いたいんですけれども、こういうヘルメットの着用を含めた自転車安全利用の基本調整を図るということでしたが、推進法の取り組みをどのようにこう他校に周知して行かれたいとお考えか、はい、まずは、モデル校を設定いたしまして、そこでやはり大切なのは子どもたち自身に、考えてもらうこと、ヘルメットの着用が、どのような効果があるのか、そしてそれを普及啓発するためにはどのような手法があるのか、まずモデル校でそれぞれの学校の状況に応じて考えていただく。そして今記者からのご質問の横展開のところを当然我々も期待をしたいところなんですが、そこに関しましてはセーフティーバイスクルつながるサミットという形で、推進校や希望する学校の生徒が集まりまして、推進校の取り組みを共有するとともに、ヘルメット着用を含む、いわゆる自転車安全利用を話し合う場を設けていくことを今の段階では検討をしております。ありがとうございます。つながるサミットは令和7年8月に開催されるということですけれども、こちらはこう、年1回やって、もうこれはこう長い目で何年も続けていかれたいとか、そういうお考えでしょうか。そうですね、長い目でつなげていくのか、はたまたやはりそもそも論なんですが、大阪府下でのヘルメット着用率、大人も含めてですね、やはり低いというデータが出てますので、大阪府民皆さんの機運情勢が今後進んでいくことも期待しながら、さらに高校生の通学中の事故が実際数値としては大きいので、それに合わせて高校は高校として機運情勢をしていく、そして機運情勢がどんどん進んでいくことを毎年していくのも睨みつつですが、この11月1日から大きく法律改正ございましたので、そういう義務化の流れが変わってくるとまた違う展開も見えてくるかなと思っております。ですので、まずは今年度から来年度のイメージを持ちつつ、その先は継続していくのか、理想としてはそもそも継続しなくても子どもたちがヘルメットをしっかりかぶっていきつつ、大きな事故を通学中起こさない、そんな大阪になっていけばまた違った見方もできるんじゃないかなと思っています。ありがとうございます。あとちょっと確認なんですけれども、この今推進校が、6校ということですけれども、こちらは学校側から手を挙げられたというふうに理解してよろしいでしょうか。はい、その通りです。あと募集、大阪府公立高校の募集人について伺えればと思います。昨年ですね、その70校70校の定員割れをされたということで、ただ先ほどのご発言でその定員割れっていうのが想定の範囲内ということもありました。今年度ですね、どれぐらいその70校っていうのをの定員割れという校数を抑えたいのか、それとも70校を定員割れしてしまうっていうのはもう想定の範囲内というか、そういうご認識なのか、その点を改めて伺えればと思います。はい、つまり、
高校進学を望む生徒たちよりも定数が少なかった場合というのは一定倍率というのは当然 1.00 倍上になりますよね。でそれですると、どんどん定数を減らしていけば定員割れするところというのは、まあ、数学的に考えればなくなっていくと思うんですね。しかしそこではやっぱり難しい問題がありまして、我々府立高校の設置者としましては就学機会をしっかり確保していかないといけないわけです。でその就学機会を確保しようと思ったら、まあ、分かりやすい数字で言いますと1万人高校に行きたいという生徒がいて1万人の枠にしておくとギリギリすぎる、8000人にするとおそらく倍率は 1.0 倍以上で、まあ、多少の差はあれども、割れるところというのはかなり少なくなる。で今回我々はその就学機会を大切にしているので1万人のところに、まあ、分かりやすく言えば1万2000人の席を用意しているとなると数学的に考えれば割れていくと思うんですね。でその要因に、私立さんに進学したい子もいますし、通信制に行く子もおりますので、そこの、まあ、いわゆるバランスというところが令和6年度、この最新の、この4月3月の入試令和6年度選抜においては70校定員割れましたと。で今回令和7年度においてつまり定員割れする高校は何校ですかという仮に質問だったとしたらまずゼロではないと言い切れます。先ほど申し上げたように枠を多く取っておりますので、じゃあ昨年と同じぐらい70校を想定しているのかというとやはりそこは議会の答弁でもいたしましたけれども70校割れたというところはやはり重く受け止めておりますので、そこのバランスを見ていった結果今回の、まあ、いわゆるこの数の発表になっております。他にご質問のある方、銀座朝日新聞さん。朝日新聞の稲垣と申します。先ほどの教育委員会会議で決まった大正白陵高校 と、福井住高校の募集停止の件なんですけれども、改めて教育長の、受け止めと、あと先週末ですね、元教員の方とか、まあ、地域の方々も含めたその大阪の高校を守る会から、まあ、撤回を求める署名を出されましたけれども、こうした方々のですね、関係者のご理解と納得を得られたと思われるかどうか教えてください。まさに先ほどの教育委員会会議において、ご議決いただいたところではございます。そして、この大正白陵高校と、福泉高校の、この2校に関してはやはり大正白陵高校においては6年前に統廃部をした上でそれででも定員割れが続いていったというこの結果に関しましては、やはり我々としても先ほどの会議でもあったように、まあ、当時の見立てを超えて大きくコロナを挟み通信制の進学者が増え不登校傾向の子たちが増えているところを当初の予定を超えていき、なおかつ2クラスの編成になったところを大正白陵高校においては重く受け止めた結果です。そして地域の皆様のお声というのももちろん重く受け止めておりますし、ご理解ご納得のところに関しては説明を尽くしてきたところではございます。ただその納得感というとやはり地域の皆様学校に対する熱い思いが当然おありですので、そこをどのように皆さんが受け止めたかというのはご納得いただくのは難しいかなというところは事実ありますが、我々としましてはそういう議論を尽くしていき、皆様の声も聞いてきた上で今回のこの判断に至ったというところでございます。守る会の方からは、案の撤回と、あと3年連続定員割れして、その後も改善の見込みがない場合は、再編対して再編整備の対象となると、定めている府立学校条例の見直しも求められましたけれども、この見直しについては教育長今どのようなお考えでしょうか。府立学校条例の見直しにつきましては、そもそものいわゆる条例の成立過程のところは皆さんもご存知かなと思うんですけれども、やはり政治的なところの議論があった上で我々教育委員会の方で様々な対案を出して
現在の形になっているという、そういう理解です。その上で我々が今の段階で我々側から条例をこのように変えていくというのは現段階では考えておりません。しかしながら、その先ほども申し上げたように大きな社会変化というものが、まあ、起こっているわけですね。コロナ禍も含めて、でそういうところから鑑みると、そもそもの条例ではないんですが、再編整備の方針であるとか、それに紐づく計画というのは2年前に策定したところではありますけれども、改めてもう一度、それが適切かという議論は進めていく、そういうふうな考えであります。すみません、今のご回答は、政治に判断を委ねるということでしょうか。政治の、声として、まずは今の条例案についてどうお考えなのかというのは、当然議会ですので全て一本化されているわけではないと私は思っております。でその上で教育委員会側からこういう条例案を出していくというのは現段階ではない、そういう意味です。その条例に関してはやはりこれだけ子どもの数が減っていき、先ほども申し上げたように千何人と減っていってますというところもお話しましたけれども、それに合わせていわゆるダウンサイジング最適化をしていく中で、その学校統廃合をしていく根拠となりうるものがその条例になっているわけです。となってくると、その条例がどういう形で適用されていくかというのは、もうそれぞれ見る角度によっては変わってくるんですが、今の段階でそこをまず我々側から変えていこうという動きを取っていない、そういうことなんです。しかし我々としてはその条例に基づいて再編整備の方針および計画というのは、先日の議会でも答弁させていただいたんですが、そこは今の状況に合わせて見直していく必要はあろうかなとは思っております。ありがとうございました。先ほど挙げてられた MBS さん、MBS の清水と申します。よろしくお願いします。大きく2点をお伺いしたいんですけども、まずですね、先週ですね、一部の報道機関の方から、まあ記事が出てたんですが、特別支援学校の高等部を卒業した、方々に関して、その夜間の定時制高校にその編入学という形で門戸を開く、そういう方針を決めたというような、まあ、報道がありました。まずこれに関しては事実関係の確認と、まあ、もし、こういうふうに門戸を開くというふうな、方向に舵を切ったのであればですね、まあ、その背景、どういうふうに、水野教育長は考えておられるのかというのをお聞かせ願いますでしょうか。はい、夜間中学校に在学してそこを卒業する子が生徒が、公立の高校に、まあ、入学する資格が、おそらくそれ個別の事案かなと思うんです。報道で出た分のものはですね、ちょっと表現なかなか難しいところはあるんですけども、現ルールにおいてすでに過去に、いわゆる府立高校であるとか支援学校を卒業している生徒においては、新たに、まあ、入学する高校入試を受けて入学するというのは制度上は難しいというのが現状でした。しかしながらその案件、個別の案件としてお伺い私がしているのは、いろいろな事情背景がある中で、確かに一度卒業はしてるんだけれども、今の現段階において本当に高校に自分ももう一度上がって学びの場を受けたいという、そういう切実な思いがあるというふうに聞いております。でそのような中で町内で議論をした結果、これまで大阪府はそれを確かに許可をしていなかったんですけれども、今回、まあ、返転入という形でしっかりとそこまでの背景もあるわけですので、学びの機会を保障していこうよという議論をしていって、その流れになった。そのように私自身もそういうふうに聞いてますし、それは私としては素晴らしいことだなと、そういう判断ができる大阪府の教育委員会というのは素晴らしいなというふうに率直に思いました。ただこれが個別な案件として今後どういう形で出てくるのかっていうのは、当然これから見ていかないといけないかなとは思っておりますが、一人の高校に通いたい、いろいろ背景があってなかなかできなかったという方の機会を、教育の機会を作れたことは私自身嬉しく思っております。わかりました。ありがとうございます。
もう1点お伺いしたいんですけども、先週の火曜日の府議会の本会議でですね、府内の中学校や高校の現役の先生らで作る団体が、請願を提出をしていて、それが、全会一致で、採択されました。で、まあ、その内容というのは、来年の万博において校外学習などで、生徒が児童や生徒を引率する場合に、例えば、まあ、事前にきちんと下見をさせてほしいであったりとか、まあ、キャンセル料を取らないでほしいであったりとか、まあ、そういった内容のその請願が、まあ、全会一致で採択をされたということなんですが、まずこの全会一致で採択されたという点に関して、水野教育長としての受け止めをお願いできますでしょうか。はい、この生徒無料招待事業につきましては本当に私が就任後も多くのご意見をいただいておりますし、私自身がそもそも3月まで、市町村の教育長の立場でおりましたので、万博に対して子どもたちの教育的意義は、ただ認めながらも、どのように安心安全そしてちゃんと校外学習としての形でいけるかっていうのは課題があるという認識でまずおりました。でその上で4月以降さまざま各所調整をしてくる中 でさらにご意見もいただきながら徐々に、まあ、学校現場にも、まあ、安心材料というものを提供できてきたかなというふうなまず捉えておりました。しかしなかなか、下見の件であるとか、まあ、子ども列車というのが実際どういう形になるのかパビリオンはどういう形で予約していくのかといういわゆる先生方視点で連れていく側からすればまだまだ情報が足りないいわゆる不安要素が残っている状態の中で今回請願が採択されたというふうに見ておりますので請願の内容については私自身その通りだなと思うところもありますししっかりとそこにお答えできるように進めていきたいというふうに思っています。ありがとうございます。この請願の内容の一つにですね、下見の件が載っているんですけども、まあ、この現役の先生たちの、まあ、意見としてはですね、やはり、まあ、春休みのうちに万博会場の下見をしたいと。やはりこう新学期が始まってしまうと、まあ、その新学期の業務でなかなかこう忙しくなってしまって、まあ、なかなか万博会場に足を運ぶということは難しいというようなご意見なんですね。でまあ、確かにその博覧会協会は、4月の頭に設けるテストランの場で、下見をしようというふうな検討をしているわけなんですけれども、やはりその回数1回だけではなかなか足りないというふうな声であったりとか、もうちょっと早くしてる、要は3月下旬ぐらいにしてほしいというふうな考えもあるんですけれども、まあ、このあたり、大阪府としてです、大阪府教委として、博覧会協会にどういったことを訴えかけていきたいでしょうか。まず現場の声としてはよくわかります。気持ちとしてはただやっぱり世界的な事業そして日本を挙げたこの大阪・関西万博というものが4月13日ですかねそこのオープンの前に、つまり来ていただく時と同じような状況に前もってスタートするのは現実的には難しいんじゃないかなというふうに個人的には感じています。しかしながらまあ、テストランというところが、開催の前にありますの でそこを有効活用していただきたいというふうに思っております。で3月においてはそもそ もうパビリオンが出来上がっていてお客さんが入っている状況ではもちろんないですので、まあ、そこの下見の効果については、まあ、それぞれ学校のご意見はあると思いますが、まあ、そこも含めてそのような、まあ、声を我々としては博覧会協会にしっかり届けていきたいなとは思っています。ありがとうございます。すみません、産経新聞の藤谷です。公立高校の募集の話に少し戻ってしまうんですけれども、まあ、条例の改正に関しては、まあ、教委から、まあ、上げていく形ではなく、まあ、あくまで運用の形で、まあ、対応していきたいというふうに対応を捉えているんですけれども、その中でどうしよう運用する中でどういったポイントが、まあ、教育の機会を確保するという観点が大事だと思われているでしょうか。結構先週地域とかの状況とか見るとやはり通学に時間がかかるとかそういった高校に進学したとしてもそういった状況が強いられてしまうような状況があって多分通学に時間がかかってしまいます。課外活動も制限されてくると思います。そういった観点からどのように今後その運用という面でお考えでしょうか。
はい、ありがとうございます。おっしゃるように、その運用のところでっていうのが、まさに先ほどの方針や計画のもう一度見直していこうというところになります。で、そこでの論点というのは、現段階においてまだ皆さんの前に正式にこういう形で進めていくというのはちょっと出せるステージではない前提ではあるんですが、おそらくまあ私からここの論点は外してくれるなよと、あの事務局と議論する中では、まず第一に地域、いわゆる地域のバランス、ここは一つの議論としてはいるだろうと思っています。で、次にいわゆるセーフティーネットになっている高校、学力的にはいわゆる、まあ階層に当たるような高校だけれども、そこにやはり中学校現場からしたら進路指導としてこの子たちに教育機会を作っていくために、そこをまあ、あのお話をしているなんていう高校やはりあります。で、そこが仮に先ほどの日経さんの質問じゃないですけれども 1.5 倍の倍率だったら、そこを受けた子たちの教育機会をどうやって守っていくのかというところの議論が出てきますので、今現在学力的にそのいわゆる階層と言われている府立高校、結構しんどい家庭の子が多く通っている実情もありますので、そこを単純に、例えば再編整備の対象として、3年連続で割れたので、そろそろ統廃合というのではなく、一定セーフティーネットになっているところに関してはやはり残していくという議論も必要ではないかという、この論点も必要かなと思っています。もちろんこれ現段階でね、故に残しますというこういう話ではなくて、論点としては外せないかなと思います。あとは府立高校でもステップスクールとかエンパワーメントスクールというところまさにございますが、そこに関しても同様です。しかしそこをある意味プロテクトをしますと宣言をしてしまうと、先ほどの教育委員会会議でもありましたが、じゃあ4クラス3クラス2クラスってなっていってもそれは締めないんですかというと、これまた次の議論が生まれてしまいますので、そこのところの視点も見つつ、そのような役割を果たしている学校のクラス数の最適はじゃあ今の時代どのぐらいなんだろうかというところは議論していきたいと思っています。今パッと思いつくところではありますが、そのようなところですね。で、もう一点、教育委員会から条例の改正等の議論はしないということはおっしゃってるんですけども、やはり何でしょう、条例が作られた時代の背景でやっぱりフェーズが変わってきてるっていうのは、教育長の話からも確かだなと思うんですけども、そういった中で政治側にその議論を投げるとしたら、どういった考えを持ってほしいという考えですかね。すみません、先ほどもこれ言ったと思うんですが、現時点では考えておりませんというところで、もう私がいる最中はもうそんな条例なんて政治が判断すべきだという話ではまずないところはちょっと訂正をさせていただきたいなと思うんですが、現段階でと申し上げているのは、いきなりそこの条例をいじっていくというよりかは、我々側から方針と計画で今まさにお伝えしたような論点でやっていくべきなんではないかなと 今の段階では思っていると。ただもちろん元々の条例の成り立ちのところの話先ほどしましたが、政治のところの議論があった上で策定しているものです。ですので、そこの流れ動きというのは冷静に見ていく必要はあるかなというふうに思っております。しかしながら現段階においてそもそも議会で条例をどのように今受け止めているのかと議会側から私が答弁している状況ではありますので、そういう意味も込めて現段階においてはまず運用のところで考えていくというのが答えになっております。ありがとうございます。他にご質問よろしいでしょうか。それではこれで会見終了いたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。